大事にします。うん、で、x 軸との交点って言われたら y 座標っていうのは絶対に0になるよね。 x 軸って言われたらこういう向きになるの分かるってことはこれ x1 個もないよね。1もないしマイナス1もない。なので、x 座標っていうのは y=0 を直線の式に代入して求めることができます。で、グラフの問題では、これはいいや。で、中点っていう言葉が出てくるんですけど、中点って知ってる？あ、そう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 、OK、素晴らしい。中点を、求めたいっていうときは、もう座標があるよね。座標で x、はい、